それが戻りたかった眠れないか情熱の日はいつしかいつの日にか鼻から気づいている炎はいつか消えるで何もいらないはずだったなのにまだ I'm so still here妖刀の巻あの、もし無駄無駄何を言っても聞こえやしないってここが聞こえねえんだからああして突っ立ったままもう半時ほども動かねえすっかり濡れネズミになっちまった風邪ひいても知らねえかんな雨を聞いてるんじゃないかしらえだから耳はそう感じただけふんあんたいいとこの生まれだろんそのお上品な物言いに顔つきそこらの田舎娘とは思えねえどうよ当たりだろさあ昔はどうあれ今はしがない行商人よへえまあいいやところでささっきは何を熱心に拝んでたんだよ商売繁盛兄上が早くお戻りになるように祈っていたのへえどこ行ったんだよ戦よもう5年になるかしら5年ってそんなに戻ってこないってことはとっくにずっこの刀が血を欲したのだ。故に切ったまで。刀が欲しがるだ。バカ言うんじゃねえよ。ただの刀ではない。人の血を吸い生きる妖刀よ。ひとたび握れば我が身を使い、誰とも構わず切り捨てるのだ。全部その刀のせいだってのか。ならそいつはなんだ。そのにやけた面は。
俺と同じだな。その刃に修羅を宿らせて掘れ。だが少しどうさい。あいつも、なあ、ん？そっか、足か。仕方ねえな。足。あ、あったあった。さっきの刀も一緒じゃねえか。気色悪いな。ダメだ、捨てちまおう。様に祈っていたの。兄上が無事に戻られますようにって。だからこうして。兄上、何かお探しを。いや、構わん。いずれ戻ってくる。貴様、戻れ。坊主、こったらどこで何捨てた。今すぐ山さ降りろ。この辺りにはとんでもねえやつが。すまぬな、お寿司。戦は武士の務めだ。分かってくれ。父上も母上もきっと見守っていてくださるはずだ。すぐ戻ってくる。兄上。兄上、うん、さっき通りで売っているのを見かけたの。栗ご飯、昔から好きだったでしょ。覚えてる？小さい頃は一度泣き出すと止まらなかったでしょ。私
母上があやしてくれても、えん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 って。その度に兄上、こうして私に、鶴を折ってくれたわね。そうすると途端に私も泣き止んで、ずっとこうして鶴を眺めてた。ここだ。ここにいるぞ。来たぞ、筋切りだ。兄上、帰りましょう。私と一緒に。何か言って。お願いだから。一体何があったの？こんな風に。切れ！切るのだ！今すぐそやつを切れ、タノスケ！そこな白大夫はまっことよき櫓を作りよった。いかな大軍とて。一丁にはあれを落とせまい。だが、そやつが敵に下れば、立ちどころに弱みは知れ、一夜で砂の城と化そう。そうなる前に切るのだ。何卒お考え直しを。貴様、できぬというのか。ならばこいつで腹を切れ。蔵に眠っていた古刀よ。錆びた生蔵だが、貴様には似合いかと思うてな。さあ、そやつを殺せ、殺すのだ。その刀、血を吸うほどに切れ味を増すそうだ。真偽は知らぬが、血にはことかかぬな。ニヒ、それがお前の中。殿、血が欲しいとニヒルが申しております。お前もっと血が吸いたいか。安心しろ、俺が吸わせてやる。いくらでも。行かないで。兄上。お寿司。バカ、やめ。オイラだって分かんないのかよ。くそ。
話せお寿司。お願い兄上、行かないで、お願い。話せ兄上。邪魔をするな。何もかも変わってしまったわ。家も土地も私一人では守りきれず、とうの昔に。でも兄上がいてくれるなら、あの頃のようにまた、お願い、一緒にいて、昔の兄上でなくても私は。ニヒルが俺を呼んでいる。アニエル、ありがとな、百鬼丸。兄貴。この刀は俺のものだ。俺だけの刀。なぜ切らなかった？それでは俺は切れんぞ。ニヒルを手にしたこの俺は。兄貴、
手を尽くしてみましたが、三番の行方は用として知れず、赤子につきましては未だ。吹き溜まって影になる僕らの足音は無情を饒舌に諭す君の瞳の深さを覗き見てうろたえる望みなどあったでしょうかこの行き先にはおどけて笑うのはこの道暗いから明かりを灯すのに僕がいるでしょうさよならが離れたのさ全然うっとらないちょっと僕らの真っ赤な悲しみが増える増えるそして夜が来る朝に前にやってくる明日なら行きたいなんて言わなかった寄せばいいのに見てしまう未来未来君のせいなんだ